どうも、マックス村井です。今日はですね、あ、来た来た来た、昔もあったんですけども、モンスターハンターコラボガチャがパズドラで来ております。あのモンスターハンターワールドの発売記念ですね。はい、あのすごいモンスターハンターワールド自体すごい面白そうなんですよね。なんかオープンワールド、今までのモンハンはこうエリア移動してなんかこう画面が変わったりしたんですけど、今回もずっともうオープンワールドで狩りができるということで、プレステ4あるんで時間があればやってみたいかなとか思ったりしている所存でございます。ラインナップが変わってるんだよね、前回と。うわ、パーセンテージが出てます。今まではなんか伏せてあったんですけども、あのパーセンテージがありますね。アマツマガズチが 2%、 ディアブロス、ジンヨーガン、ネルギガンテ、星7が、一律 2%、 新規が2つ名のジンヨーガとネルギガンテ、モンスターハンターワールドのモンスター、あとはベイギエナ、パオウルムとかね、ここら辺も新規なんですけど、パーセンテージこんなになってんだ。星5が 8% ずつか、約。わ、すごい、こういう確率でやってんだね。まあこれによってモチベが上がる人と上がらない人が増えると思うんですけど、とりあえずは何狙い、ネルギガンテとジンヨーガ、ジンヨーガ、ジンヨーガ狙っていきます。では参ります。じゃあまずは1番でいいっしょ。そうだ、ね、とりあえずは、とりあえずは、1万円インしました。で、モンハンコラボガチャ魔法石10個で1回回せるんで、今174個魔法石があるんですけども、これでも17回しか回せないっていう厳しい現実が待っております。前、もうこれでジンヨーガ出たらストップですよ。どんどんいきましょう。でもこれも変わったんだよね、スキルが。あ、そう。ほら、7コンボついてるんだよ。え、ほんとじゃん。そう、普通に良きレオレースとかも全然、そうか、ダイヤ率がさ、ちょっと高めってことね。あ、全然そんなことない。あ、カップルで来ましたね。レイヤーはね、もう武器化するとね、毒無効にできるアシストになるんで強いですよ。お、ダイヤ率がいい。すごい、列強4つ積んでるよ。これ武器化すると列強3つ積んでる。マジ？キリンの武器化ありだな。ダイヤ率高いからなんかディルバルド普通に強いんですけど持ってますね。頼むよ。ダイヤ率高いとなんかいい気分ね。いいね。ああそうでもね。ガムータ先生です。嫌いだったね。え？苦手。敵として？うん、動き遅いから。ゼノバルド、違う、え、ライゼクスだった。全然知らない。ゼノバルド。うわぁ、渋い。ユアレックス、もうあと10個しかないよ。やばい、10万が泡のように消えていく。え、え、待って待って、怖い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 。え、やだやだ、無理無理無理、お願い。3、はっはっ、闇深いのやだ、頼むね。こんな低い、こんなもん、こんなもん。まあでもお互い方だよね。お願い、ジンヨーガ出たらやめます。違う違う違うよ、頼む。 OK、 あれか、水の、そう、レイギエナすっげえ HP 上がるやん。あ、でもドロップ入れ替えだ。ドロップ入れ替え強いよね。うん、ロックされててもってやつでしょ。え、何これ、落ち込んだしの、え、すごいぞ。パズル5の残りのドロップが7個以下でコイン力4倍だって、不思議。おっとっとねえ、何にも今んとこ成果が得られてない。やばい、お願いします、頼む。まあまあまあ、持ってないはず。よだれ出ちゃった、玉蜜になっちゃった今。持ってないっす、確か。こういううち、まあまあまあかな。そんな突筆として何か強いわけでもないです。ラスト2回、ラスト。あ、もう1万円切れちゃったよ。ああ、はあ、もうやだよ。お金もったいないけど引きます。もったいなくないよね。これで楽しみを買ってるわけですから。一ユーザーとして、おっ、出た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 、よっしゃ、もう終わっていい。いや、でもよかった、やっぱ課金はするもんですわ。うわ
強い。めっちゃ操作時間伸びるやん。バインド耐性が2つあり、ナノコンボを持ち、封印効かないスキルが一旦溜まる。そしてスキルチャージ、ダメージ吸収ってですね、20いったんとかでね、でも封刃とかもそうだね、20何ターンぐらいあるんですけど、あのこの子の吸収向こうも24ターンなんですけど、スキルブーストがあるんで前職消すと一旦早く溜まるんで12ターン最速で溜まるっていう過去最速の吸収向こうを持っております。ダメージ軽減も2つ持ってんの。あーでもその代わり5色同時攻撃で回復を含んでないから、意地でも5色消さなきゃいけないっていう。そうだな、ていうか、いや行くかこれ、どうしよう。ここはストップだと思います。ここはストップです。ネルギガンテもエドとちょっと似てるんだっけ。おいやー引いとくか。引いときますか。なんか出る、今なら出る気がするんでちょっと引いときます。ネルギガンテダサいんでしょ。ちょれちょれ、朝飯前よもう。待っとった。ネルギガンテ、はいはい、あ確定ですわ。はい、違いました。いやここでストップしとけば大量の魔法石が稼げたのにな。稼いでないけど、ストックとして欲しかったな。頼む、ここで止まれ。ってことみんなでバルファルクパーティー作ろうぜ。あの4秒固定で、でもキムラは400倍だよ。だから7コンボ強化も入ってるから4秒で、ちゃんと消して7コンボ強化も入れるっていう。ああ100個ぐらい余らせたい。これ効果新しいんじゃない、メディオロス、うん、でかっ。これモンハンワールドのやつで、お願いします。お願い。頼む。出なかったら嫌や。ここでやめたいの。うお、助けて。すごい。あ、お願い。ダイヤ率がいいよ。同じのしか出なくない。あ、ダイヤはいいよ。ブラキ、悪魔キラー2つ積んでるよ。わ、普通に使えるじゃないですか。上横一列下一列、お邪魔ドロップに変えるの。こいつ大丈夫か。あ、お邪魔で攻めるのか。あれだね、なんだっけ、フェンリルみたいな。お邪魔パーティーってちょっと作ってみたいけど、そうでもねえやって感じだよね。ラスト2回です。泣いても笑ってもこれで最後にします。あ、出した。